訴訟いたしまして、横浜市政を預かる責任の重さ、それを改めて、痛感して身の引き締まる思いを感じた次第です。今後もですね、現場の意見を丁寧にお聞きする、住民自治による世論を作っていく、市民のための市政運営を進めていく、その原点は常に忘れないようにいたします。また、市政を預かりまして、まずはコロナの問題、そこに立ち向かう、また IR カジノの誘致の問題に関しては、今回の選挙期間でもずっと市民の方からもさまざまな意見を頂戴し、IR カジノの誘致の即時撤回を公約として当選いたしましたので、その誘致の撤回に関する手続きを速やかに進めてまいります。